質問者の背番号11番板倉楓です。背番号名前を教えてください。はい、30番の寺田姫香です。ポジションを教えてください。ミッドフィルダーとフォワードです。生年月日は2001年4月18日生まれです。血液型は AB 型です。出身地は宮崎県です。地元の方言を一つ教えて。なんとかやっつよなんとかやっつよやっつよやっつよってさ、世に世がちっちゃいよ。いや、普通の世やね。やっつよ最近のハマりね。なんとかやっつよ、なんやろ、なんとかなんとかだよみたいな。やっちょっつよ。わからんわからんわからん。ゴビに使います。使います。ゴビに使います。強っ。はい、次。好きな食べ物は？うどんです。宮崎の。どこの？宮崎の。のどこの？宮崎の。めぐみうどんです。どういうどっち？キバナの方の赤江じゃない、キバナの方。そっち市長？知らんにあるっつよ、あるっつよ、これ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 。好きな言葉？好きな言葉は死ぬこと以外はかすり傷。バットマン。そうですよ、名言です。体現しとるよ、試合で。自分のチャームポイントは？チャームポイントはこのガッタガタの歯です。これはガッタガタのやばい。チャームポイントはガチャピン。前歯が長いやろ、これ。前歯が長くて、なんか歯並びが悪くて汚いやろ。歯並びが悪くてできたやばいだよ。でもそう、かわいい。ユニコーンっぽい。はい。宮崎の好きなところ、おすすめのところは？自然豊かなところがいいと思うので、海、青島やったりですけど、どこやろう、行ったことがないんですけど、都井岬とかもう景色やばいらしいです。やばいって言っちゃダメ、めっちゃいいらしい。そう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 、自然界隈では結構いい。自然界隈、そうそうそう、いいじゃん。自然界隈って話し、自然ね、そう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 、の、そうよ。イエー、はい、今までで付けられた名前以外のあだ名は？ゴリチ。ゴリチ、ゴリチ、ゴリエとかじゃなくて、ゴリチ、ちょっともうちょっと可愛く、ゴリチです。あれあれ、このバボちゃんが言ったやつ、うん、あー、何かあれ、イップ四足歩行まさかマジ似てるから人間ではない、四足歩行のからの二足歩行、そうそうイップ。もうこれマジ見てほしいよね。無人島に一つだけ持っていけるとしたら？ラップ。ラップ、いいらしいよ、ラップ。え、なんかで見立てよ、食材のラップ。そう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 、なんで？あの、これ屋根とかにもなると、とめっちゃ持っていかんといかんけね、その、でもラップいいらしいですよ。じゃあ人生で一度はしてみたいことは？宇宙に行く。うおー、夢がある。行ってみたい。確かに行ってみたい。行ってみたい。じゃあ魔法が一つ使えるなら何をしたい？どこでもドア。おー、ドラ、どこでもドア使いたい。使って、使ってどこに行きたい？どこでも行きたい。車いらんもんね、車やね、交通機関。どこでもドア。だからその時に行きたい国とかに、旅行とか。開けたら宇宙に行けるんじゃん。あ、そう、もう繋がった。あ、これ見なかったけど。犬派？猫派？犬派。海派？
川派、海派、海派、動物園派、水族館派、水族館かな。よしたー、聞きたい聞きたい。好きなタイプは、好きなタイプはやあのかっこいいとか優しいとか面白いとか、まあ、前提として、あれ前提としてあの何かをマジ一生懸命頑張ってる人。おお、それはかっこいいわ。頑張ってる人ですよ。じゃあそんな人の異性のキュンとする仕草や瞬間。何や、何でもいい。仕草や瞬間。難しいよ。むずいね。何やろ。何やろ。ネクタイ。それ変えね。しばく。むず。でもさ、今その時はさ、なんか、なんかさりげない。うん、思いやりとか、そういう系でもいい。そういうことね。そういう系でもいい。頭ポンポンとかも。うん、そうそう。それただの願望やろ。頭ポンポンは好き、やばいよね。違う違う違う。キュンや。うん、キュンとなる仕草とかだっけ、そういうのでいい、うん、え、じゃあ頭ポンポンで、うぃー、頭ポン、頭ポンでお願いします。デートで行きたいところは、自然が好きなので、そのなんか自然巡りみたいな、なんかで一緒に写真撮りたい。乙女な顔します。乙女な顔します。ちなみにあの高校時代髪型ははいご覧になってくださいって感じですね。なんか調べてください。YouTube とかで見てみてください。かっけえもん、マジでかっこいい。びっくりするのでね、で違いにね、みんなギャップを感じてほしい、うん、あ、あれつけれる、こうなんかこんな感じですみたいな、高校の時のポンみたいな、そう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 、ちなみにこんなみたいな、お願いします。 OK、 あきこ自分から告白する派ですか、待つ派ですか。どっちもある。待つ派かな。待つ派ですか。意外と、ね、そう、うん、本当に好きな人いたよね。まあ、あるか、それは。ある。ある。その時は、うん、した。サッカーを始めたきっかけは。きっかけはお兄ちゃんがやってたからです。スパイクのメーカーは水野です。サッカーの魅力は何だと思いますか。魅力はチームで一つの目標に向かっていろんな状況があっても乗り越えてその目標を達成するところです。好きなサッカー選手ははパウロ・ディバラです。たぶん初めてかっこいいよね。じゃあ最後に応援してくださる皆様へ一言。いつも応援ありがとうございます。宮崎出身の選手としてもそうですが、宮崎をこれからも、もっと盛り上げるため、自分らしさを忘れず一生懸命、チームの勝利に貢献したりと、頑張りたいと思います。これからも応援をよろしくお願いいたします。